川村の館、なんだ、力比古武町、自由からの闘争を読む56回目でなんか日が太陽がちゃんとこの頃昇らないので全体的に体調が悪い。タバコも吸いすぎた。で、まだ本編この前終わって何が書いてあったかっていうと、人はやっぱり誰にも支配されずに自分で考えて生きるべきだ。それなんでそうなってたのか、なんか支配されたい人っていうのがどうやって出てきたのかっていうのをオズとも一冊かけて言ってるわけですけど、その一冊なんだ、支配された人がいっぱい出てくるとどうなるかっていうと、まあ、支配したい人と支配された人がなんかまあ凹凸のようにくっついちゃって、まあ、とんでもないことになると、まあ簡単に言えばそういうそれだけのことですね。まあ確かにそうなんですけど、でそれのまあなんか理論的な補足説明と言ってるんですけど、まあなんか全体なぞってるような感じもしますが、この最後に付録っていうのがあったんで読んでいます。昨日はだから中に本編に書いてあったことをなんかすごい短くまとめてるって感じもしますが、その昨日のようなとこまでではやっぱりなんと教育もなんか教育っていうのはまあ社会の支配している層、支配層ですね、いわゆる支配層の都合のいいように、子供を型にはめていく過程である、その通りだと思う。だから自分で考えるその生き方とはちょっとやっぱり違うよね。学校なんかなくなった方がいいと前から思ってるけど、やっぱりそうだと思う。続きいきます。社会的性格はある一定の社会の存在様式によって形成されると述べたが、第一章でダイナミックな適応という問題について語ったことを思い出していただきたい。人間は社会の、なんだ？人間は社会の経済的、社会的構造の、必然によって形成されることは確かであるが、しかし彼は、無限に適応的であるわけではない。どうしても満足を求めてやまない生理的欲求が存在するばかりでなく、人間に生理的な心理的性質も存在する。人間に生徳的な心理的性質も存在する。生まれながらにしてある性質も絶対あるんだから思い出してくれ。ということですかね。それは満足を必要とし、もし妨害されるとある種の反作用が現れるのである。これらの性質とは何であろうか。その最も重要なものは成長しようとする傾向。人間が歴史の経過するうちに発達させてきた諸々の能力、例えば創造的、批判的な思考能力や、様々に異なった感情的、感覚的な経験を持つ能力を発展させ、実現させようとする傾向である。これらの能力はいずれもその、いずれもそれ自身の力学を持っている。それはひとたび進化の過程で発展してくると、表現されることを求める。なるほど。この傾向は抑圧され、妨害されることがあるが、そのような抑圧は新しい反作用をもたらし、特に破壊的な衝動や強制的な衝動を形成する。破壊的。
この成長しようとする一般的な傾向、それは成長しようとする何だこれ、汚れてる、それは成長しようとする生物学的な傾向と等しい心理的傾向である。成長しようとする一般的な傾向は、自由を求める願望や抑圧に対する憎悪のような特殊な傾向となるように思われる。あ、そうなんだ、やばいじゃん。というのは、自由はあらゆる成長の根底的条件であるから、あるから、うん。さらにまた、自由を求める願望は抑圧されて個人の意識から消え去ることがある。うん。しかしその場合でも、それは一つの潜在力として存在し続けている。なるほど。そしてこのような抑圧に常に伴う意識的な、あるいは無意識的な嫌悪によって、その存在を示している。うん、そうだね。てか、抑圧をもっとなんか、あ、これは抑圧されていると、まずはやっぱり意識が認識することから始めたらどうでしょうね。我々は以前に述べたように、正義や真理を求める傾向が人間性の生まれながらの傾向であると仮定する理由を持っている。もちろんその傾向は自由を求める傾向と同じように抑圧され、横道にそらされることもあるけれども、しかしこのように仮定するとき、我々は理論的には危機に立たされる。ん?このような傾向の存在を証明するのに、人間は神に似せて作られているという信仰や自然法の主張などによって宗教的哲学的過程に立ち戻ることができるならば、それは容易なことである。しかし我々はこのような説明によって我々の議論を裏付けることはできない。できない。我々の意見では、正義や真理を求めることの傾向を説明するただ一つの方法は、人間の歴史全体を社会的にも個人的にも分析することである。だから室伏先生はそうやっているわけですね。これここがいいんじゃない、やっぱりね。これか、ここが、ただ一つの方法。そうすれば、すべての無力な人間にとって、正義とか真理とかが自由と発展とを求める戦いにおいて最も重要な武器であることがわかる。よし、そうだそうだ。人類の大部分はその歴史を通じて彼を圧迫し搾取、彼らを圧迫し搾取するより強力な集団に対し、自分を譲らなければならなかったり、ならなかったばかりでなく、誰でもがその幼い時に無力を特徴とする時期を通過している。この無力な状態において、正義感や真理感のような特性が発達し、それが人間に一般的な能力となったように思われる。あ、そうか。じゃあさ、やっぱり学校に行って反抗心を覚えることこそが、その学校に行く目的だってことですかね。抑圧されてこそ、自由は何だ、真理は何だと、なんか探し求める気持ちが、大きくなるっていうことかな。わし最初から大きかったらしい。自分では大きいつもりじゃなかったんだけど、昔母親が言いました。あんたほど自由が好きな子供はいないと言われ、人間はいない、人間って言ったら子供忘れたそう、だからな、その自由っていう言葉もなんかすごい悪用されていて、世間では自由自由って言ってる、自由はなんか変だなと思ってたんじゃないですかね、多分。それで何でしたっけね。
それゆえ我々は次のような事実に到達する、すなわち性格の発達は基本的な生活条件によって形成され、生物学的に固定した人間性というものは存在しないが、固定してはいないわ。生物学的な固定した人間性というものは存在しないが、人間性はそれ自身一つの力学を持っていて、社会過程の進化における積極的な要因を形成している。この人間の力学がどのような正体のものであるか、心理学的な言葉ではっきり述べることはまだできないとしても、できないんだ。できない。なんでできないんだ。いや、してみて、してみてほしいわ。まだできないとしても、我々はその存在を認めなければならない。生物学的形式上学的な概念の誤謬を避けようとして、人間は社会的環境という意図によって操られる人形に過ぎないと考える。社会学相対主義に陥り、再び同じような大きな誤謬を犯してはならない。そうだ、自由と幸福を求める人間の犯すことができない権利は、人間の生まれながらの性質、すなわち生きようとし発展しようとする傾向や歴史的進化の過程の中で、彼の中で発達した能力を表現しようとする傾向に基づいている。ここで我々は本書で試みた、フロイトのなんじゃがらなんじゃがらまで出てくるんだけど、これまたなっちゃうよ。またなんか話変わるんで、今日もここまでにしとこうっと。なんかブチブチに切れてるけど、なんか話の展開がもうなんだ、幕の内弁当みたいになってて、なんか20種の類の野菜食べるみたいな、12分割された箱根みたいになってるんで、違う、16分割かあれ。とりあえず今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。